ちーちゃん、じゃあ次はね、何の練習をやろうかな。次はなんか、しんちゃんがなんかやるみたいなんで。それ期待できる、それ出るよじゃあ何が、何やりますか、今日は。じゃあ次さ、これのこれ、この姿勢から球を飛ばしたいんだけど、どうやったら勢いある球が打てるか、どうやって打つでしょう。カンボジャマスです。刺身のしんちゃんです。じいちゃんです。いやー、まだまだ寒いですね。肌寒いね、まだ肌寒い。あ、3月といえど3月のね、上旬なんですけど、まだやっぱちょっと寒いんでね、ここ多治見なんですけど、まだ寒くて、冬は寒いっす。まあ、怪我しないようにね、久しぶりにやっていきましょう。はい。じゃあ今回は何やりましょう。じゃあ以前体重移動やったやん。やりました、このね、うん、右、そうそう、後ろ足から前足に乗るやつね。そうそうそう。体重移動も大事だけど、やっぱ上半身もさ使いたいじゃんか。確かにね。うん。ってことで今回は上半身を使ってみよう。ちょっとやってもらっていいですか。OK すごいノリノリじゃあ今回は上半身を上手に使った練習をやっていこうと思います。わかりました。じゃあ今回は、はい、初心者の子に向けて上半身をね、こううまく使うための練習を紹介していきたいと思います。思います。レッツゴー、レッツゴー。
じゃないでしょ。マサオさん、この練習で意識していることを教えてください。ナイスボール。この練習で意識することは、こうやって体をね、ぐーって左肩をね、入れることは、まあ、最初にもね、説明したんですけど、左手をこう上に向けるか、下に向けるかによって、この体のね、動きが変わってくるんで、もしネットが多いなっていう子は、左手を上にしてもらうと、自然にこっちの面が開くんで、どっちかというとこうアウトしやすくなって、ちょっとアウトが多いなっていう子は左手をこう下に向けてもらうことで面がちょっと下向くんでこうアウトしにくくて、まあ、ちょっとネットが増えるかもしれないんですけど、アウトが多い子はこうすることでボールを収めることができるので、ここのスイングを変えるんじゃなくて左手をこう下にするのか上にするのかっていうところを変えることでこうアウトとか、ね、ネットを調整していってほしいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこの練習だとそのうまく上半身を使えないとボールがね飛ばせないから、うん、やっぱ上半身使ってる感あるよね。すごくいい練習、ありがとうございます。ありがとうございます。しんちゃんの意見なんでアドリブに弱い、アドリブに弱いぞ。ガブキラボやん言わされてるかもな、それだって。この練習は初級者の子だけじゃなくて中級者の子でも結構意識してやんないといけないことだと思うので、私はこれから練習とか指導するときに取り入れていきたいと思いました。今ねちーちゃんも言ってくれたんですけど、これはどっちかというと初心者の子だけじゃなくて本当中上級者の人でも、うん、こうしかもねオープンスタンスのまま打つんで、またちょっと新しい技術の、ね、取り入れにもなると思うので、まあ、ぜひねやってみてほしいなと思います。結構大事やねこれ。これ大事、ね。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ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 。